松井山手駅は京都府京田辺市山手中央にある西日本旅客鉄道片町線の駅である。駅番号は JRH26。駅周辺で京阪東ローズタウンを開発している京阪電気鉄道が建設費の一部23億円を負担した西岸駅である。当駅及びその付近において北陸新幹線の新駅設置が検討されている。相対式ホーム2面2線を持つ堀割駅で橋上駅舎がある。8両編成に対応している。当駅から木津方面が単線となっているため、交換可能駅としての機能も持つ。大阪府との境界に近い丘陵地にあるため、線路及びホームは堀割の中にある。両ホームにエレベーターが設置されている。以前は JR 西日本交通サービスによる業務委託駅であったが、現在は直営駅である。管理は長尾駅が行っている。IC カード、ICO か利用可能駅。廃線上では1番乗り場が上り本線、2番乗り場が下り本線となっているが、どちらも両方向の入線、出発に対応している。主として1番乗り場に木津方面行き、2番乗り場に京橋方面行きが停車するが、時間帯や当駅折り返し列車の発着番線によって、停車ホームが変更される。日中の場合、かつては同志社全駅、木津駅発着の快速を1番乗り場、当駅折り返しの普通電車を2番乗り場に停車させるダイヤであったが、現在は当駅で同志社全駅、木津駅発着列車同士の行き違いを行うようになったため、日中時間帯は事実上行き先がホームごとに固定された形になっている。木津川に引き上げ線一本があり、朝ラッシュ時の列車折り返しに使われている。ダイヤが乱れた場合の列車留置に使われることもあるが、接続しているのが2番線だけである。引き上げ線は、本線から線路一本分のスペースを空けて、敷設されており、将来的に木津方面を複線化することも可能なように設計されている。日中時間帯は、区間快速が1時間に4本停車する。朝晩は当駅折り返しを含めて本数が多くなる。全列車がドア横の開閉ボタンを押して乗り降りする。以前は当駅で編成の一部の増結、切り離しが行われていたが、2002年3月23日から京田辺駅で行うようになり、2010年3月13日からは全線が7両編成対応となったことにより、学研都市線での増結、切り離しは廃止された。京都府統計所によると、1日平均乗車人員は以下の通りである。駅前にある高速京田辺バスストップへの案内板付近に北陸新幹線の地上駅を設置することが発表されている。西側の駅前にはバスロータリーがあり、京阪バス及び京都京阪バスの路線バスが発着している。現在、近鉄新田辺行きの便が頻発、葛の葉駅行きも大きく分けて3路線が主に運行されている。その他に、京阪東ローズタウンコミュニティバスなどの京阪東、ローズタウン内の路線が1時間に2から6本、京都駅行き、難波などへの急行路線バスが運行されている。2010年3月24日までは、関西国際空港へのリムジンバスも発着していたが、第2京阪道路の全線開通に伴う路線再編により3月25日からは約350メートル西側の第2京阪京田辺パーキングエリア内に設置された高速京田辺バスストップ発着に変更された。同バス停には東京、成田国際空港、長野、静岡などに発着の夜行高速バスも停車する。なお、一時期は旧京阪宇治交通において、リムジンセンター U ハウス学研山手という停留所名だった。その後、2002年頃に、現在の停留所名になった。リムジンセンター U ハウス学研山手は、関西国際空港へのリムジンバスの案内所として1996年4月17日に営業開始し、現在のりそな銀行付近にあった。2002年頃に、リムジンセンター学研山手に名称が変更された後、2005年2月22日にバスロータリー2番乗り場前に移転し、リムジンセンター松井山手となった後、京阪宇治バス、松井山手営業所を経て、現在は京都京阪バス、松井山手営業所となっている。松井山手駅バス停、松井山手駅バス停北陸新幹線の敦賀線の経路は2016年末に京都までが大浜、京都ルートで決定していたが、京都から先の新大阪までは大阪府箕面市付近を中間駅なしで通過する北回りと京田辺市に中間駅を設ける南回りの2つの案から検討がなされてきた。国土交通省による南回りの試算結果では、松井山手駅付近に中間駅を設けるルートが北回りと同等の費用対効果が得られたことにより、京都から新大阪間はそれを中間駅とした南回りを政権与党で大筋合意した。そして2017年3月15日、JR 片町線松井山手駅付近に中間駅を設ける南回り案を正式採用した。駅の設置箇所は、松井山手駅の直上に設ける案のほか、八幡市との境界線上に設ける案もある。ありがとうございます。